石井は、ね、はい、あの得点能力のあるシューターですから、ね、こうやって1つ入る、2つ入るともう、はい、どんどん乗ってくるんじゃないでしょうかね。スリーポイント成功率というのも獲得しました。ここはアリウ本人もやっぱり一番こう、うん、その辺を、ね、はい、意識しながら今日入ってきてる、ね、そんな感じがしますね。しっかり修正してきました。さあこれもインサイド強い、どうか君が次の方、そして後半へ、ゴールさあ強い、後半へ決めていきます。さあそして遠藤、今フォーバーンにぴったり2人ほどついていましたので艶、ね、がついていました。スイッチ5番へ富岡、これを決めていきました。艶もやはりこのスリーポイントというところを期待されての加入なんですが、今シーズンなかなかスリーポイントが決まっていません。フォーバーン、あっという間、富岡がですね、はい、マーフットパスですね、こう一塁に対して富岡、最終局瞬殺ですが2面でグッジョンス飛び込んでいきますが、いやーリバウンド富岡でした。最後遠藤へボールダウンついてますが、遠藤フォーバーリバウンドからしつこいですからケリー、いやーコーバーンが止めた、いやー出ましたねコーバーンのクロックショット、コーバーンここから外から打ってきますが、決めてきました。スリーポイント。そうだ、抜かせてきますが、おお、コーバーンがいた。遠藤。おっと、そして富岡キャッチ&シュートはこれは来ますが、コーバーンです。ここにコーバーンがいます。いやー、コーバーンの存在。